照明に火が灯りましたナイトゲームの横浜スタジアムです。セリーグ公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープの2回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。大勢のお客さんが詰めかけています。小宮山さん、このファンの歓声というのは試合中でも聞こえるものなんですか？割と冷静に投げてる時はしっかりと耳には届いてましたね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。まずはベイスターズの先発浜口が横浜スタジアムのマウンドに上がります。さあ、カープ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。小宮山さん、様々なタイプの1番バッターがいると思うんですが、小宮山さん現役時代どういったタイプの1番バッターが嫌なタイプでしたか？ボールをしっかり見てくる選手っていうのはやっぱり誰がマウンドにいても嫌なタイプの選手だと思いますけど、はい。ではこの1番バッターはどのようなバッティングしてくるんでしょうか。初球ストライク、得意のボールでストライクを取りました。打ちました。これはどうか、センターに抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ、一塁に先制のランナーを許しています。バッターは田中。まあ、バントの上手い選手ですし、ここはバントでいいと思いますね。はい。さあ、ここは送ってくるんでしょうか。まあ、ピッチャー牽制が上手いですから、ランナーはやりにくいでしょうね。ああ、そうですね。ダーッと当ててしまいました。デッドボール。完全にすっぽ抜けです。バッターボックスは3番西川。ベイスターズランナーを背負ってのピッチングが続きます。さあ、1打出れば先制という場面。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。打ちました。さあ、どうだ。右中間真ん中破りました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。カープ1点を先制しました。右中間へのタイムリーヒット。1対0ベイスターズ、なおも三塁二塁のピンチです。ここで離されたくはないですね。さあ、この場面でバッターボックスには4番の鈴木が入っています。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。これもアウトコース。これも見送りました。難しい球はストライクになります。次はボール気味のチェンジアップで勝負してもいいかもしれませんね。なるほど。さあ、何を選択してくるか。小宮山さん、長打を防ぐには。ここは決まりました。見逃し三振です。タイミング合いません。見逃しましたがストライク三振です。さあ、そして打席には松山が入っています。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあ、この点差を保って攻撃に移りたいですから、ここもしっかり切り抜けたいですね。なるほど、そうですね。できれば三振を取りたいですね、ここは。そうですね。甘いボールですね。見逃してくれて助かりましたね。そうですね。まあ、ここはストライクからボールになる。打ちました。セカンド取った。一塁送球、ツーアウトになりました。カープ1点追加します。アウトの間に得点、2対0になりました。ベイスターズ
なおもピンチです。6番バッター菊池、ベイスターズこの回2点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負った場面。さてこの菊池どういうバッターなんでしょうか。まあ、持ち前の走力でシングルヒットをツーベースヒットにしてしまうような足で稼ぐバッターですね。なるほど、そうですか。2球目は何で来るか。インコース高めはストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。さあ外してくるのか。低め見ました、ボールです。さあ4球目は何か。大きく外れてボールです。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。この回点は取られましたがここで食い止めました。しかしこの回カープ先に点を取りました。2対0、カープ先制です。1回の裏、これからベイスターズの攻撃が始まります。ベイスターズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますカープはご覧のような守備陣です。カープマウンドに上がるのは先発の菊池。さあベイスターズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。神里が打席に入ります。昨日のゲームで猛打賞を記録しています。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。際どいコースに送ってストライク。改めてお聞きします、バッターボックスの神里、打ちました。高い打球レフトへ、この打球はフライになっています。レフト掴んでワンアウト。バッターは2番に入っている宮崎。昨日のゲームでは無安打に終わっています。菊池まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。これが2球目。インサイド打ち上げました。右中間へ打球伸びる。ライト掴んで2アウト。クリーンナップが登場します。バッターロペス、2試合当たりが出ていません。2アウトになっています。この回のベイスターズ打線ですが4球で2アウトになっています。簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。最初は変化球できました。ストライクです。ショートが前に来る。取った。一塁送球。一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したいベイスターズでしたがここは三者凡退に終わっています。1回終わって2対0、カープがリードしています。バッターのピレラ、ここ5試合で打率は6割を超えていますがバッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。試合前に話したんですけど本人も今はボールがよく見えてると言ってましたね。なるほど、ここはその好調さを見せたいところ。インサイド変化球決まっています。さあ2球目は何か。インサイド弾き返した打球はレフトへ。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている石原。昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。まずはワンアウトを取っています。ファウルになります。ボールカウントはワンストライクです。打ちました。これはどうだ。破りました。センター前。
ワンアウトランナー一塁となりました。さあ一塁に追加点のランナーを許しています。そしてバッターはピッチャーの菊池。まあここは送らせるんじゃないですかね。はい、さあ送ってくるか。バントしました。宮崎一塁送球します。アウト、ツーアウト、送りバント成功です。ツーアウトランナー二塁。さあまず1球目、初球から際どいコースをついてきます。次が2球目、引っ張ったファーストゴロ、ファーストを取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。2対0カープがリードしています。2回の裏、さあベイスターズ、この回は4番から始まります。バッターはソト。昨日はホームランを含む4安打を記録しています。ベイスターズビハインドで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。ライト方向を流しました。弾き返した打球はライトへ、ライトが取りました。バッターボックスは5番梶谷。ここのところ当たりが出ていません。菊池、まずは先頭バッターを打ち取っています。これが1球目、最初は変化球できました。2球目打ちました。ライトライナー掴んで、これで2アウトです。バッターボックスは6番佐野。昨日のゲームはマルチ安打を記録しています。2アウトになっています。この回のベイスターズ打線ですが、たった3球で2アウトになっています。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどもね。はい、そうですよね。ファウルになります。3球目見送っています。ボール、変化球ボールになります。完全にすっぽ抜けてますね。バッターは7番に入っている伊藤。昨日のゲームでマルチ安打を記録しています。デッドボールのランナーが出ています。インサイド見送っています。インハイ決まっています。さあ3球目は何か、打ちました。これはどうか、菊池セカンド送球、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。2回の裏、2対0カープがリードしています。小宮山さん、早い段階で先制を許しているわけですが、ピッチャーとしては今どんな心境なんでしょうか。まあ、そうですね、もうこれ以上点をやらないようにということで、ちょっと窮屈な感じになりますかね。なるほどね。この後どのように修正してくるんでしょうか。2球目は何で来るか、ストライクになります。次が3球目、いいボールですね。はい、変化球が決まっています。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。
ファウルになります。ボールカウントはワンボールツーストライクです。打った。この打球は落ちるか。どうだ。ヒットになった。これで5試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス西川、先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。いや痛かったですね。はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。動きやすい場面ですからね。ここはさあこのカウントランナーはどうするか。これが5球目。ランナースタート。打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。さあベイスターズ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはきっちり抑えて次の回につなげていきたいですね。なるほど、そうですね。まあ、そして一発のあるバッターなんで、それは食らわないようにコントロールには気をつけたいですね。はい。さあこのピンチ切り抜けられるでしょうか。これが2球目。打ちました。打球は左中間へ。ここは打ち上げています。レフトが取りました。この感じで攻撃の流れを切っていきたいですね。まあ、ただね、勝負強いバッターを迎えてますから、この打席は要注意でしょうね。その警戒すべき松山がバッターボックスです。さあ2球目は何か。高め打ちました。このチャンス打ち上げてしまいました。さあそしてバッターボックスには菊池が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。まあ、このままの点差で回を追われるようにしっかり集中したいですね。なるほど、そうですよね。このストレートは外れています。これは低めストライク。ワンボールツーストライクです。このピンチ空振り三振に切って取りました。三振でピンチを切り抜けました。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。2対0カープがリードしています。西さん、早い段階で先制を許しているわけですが、序盤3回です。まだ選手たちに焦りというのはないんでしょうか。どうですか。いやいや、まだね、あの序盤ですから、選手たちはね、今後のゲーム展開、ここに集中してほしいですね。ありがとうございます。初球わずかに外れてボール。この球は外れています。ボール先行です。3球目は何で来るか。引っ張った。ボテボテ。ファーストが前に出る。一塁そのまま入ってアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の浜口が打席に入ります。まあ、ピッチャーといえども塁に出ようという意欲は見せてほしいですね。そうですね。初球変化球は空振りです。
打ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボール。落ちるボールはこれは外れています。次が4球目。際どいコース外れました。打ちました。田中、2アウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター上里、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。2アウトランナーありません。打ちました。これはセカンドライナー。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回終わって2対0、カープがリードしています。回は4回の表、7番から始まるカープの攻撃。バッターはピレラ。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。いや、初球打ち、これはどうだ。セカンド飛びつく、取った。これで7試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。さあ1塁には追加点のランナー。バッターボックスには石原。もしかするとエンドランを仕掛けてくるかもしれませんね。ええ、さあ仕掛けてくるでしょうか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。打ちました。打球はセンターへ。センターが取りました。さあ追加点のランナーを一塁に背負います。そして打席にはピッチャーという場面です。そうですね、バントかヒッティングかわからないときには牽制球を挟んで様子見たいですね。なるほど。送ります。取りました。一塁へ送ります。アウト、ツーアウト。送ってきました。ツーアウトランナー二塁。さあベイスターズ、得点圏にランナーを背負った場面です。こういうところでの無駄な失点はしたくないですからね。集中していきたいですよ。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の浜口、どういったピッチングを見せるのか。低め、これは外れた。中へ、高めに来ました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。4球目は何で来るか。大きく外しています。緩いボール、しっかりと見極めました。これでフルカウント。ファウルボールです。際どいが、あっとフォアボールです。まあここはね、割り切ってね、次のバッターで勝負ですよ。はい。さあそして打席には田中が入っています。さあピンチは続いています。ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですね。外、低めに変化球が決まります。ふわふわっと上がった。掴んでスリーアウト。追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたが、カープ得点には至りませんでした。2対0、カープがリードしています。DeNA ベイスターズ4回裏の攻撃になります。打順は2番宮崎。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席打ちました。菊池アウト、ワンアウトです。バッターは3番ロペス。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。打ちました。同じようにセカンドゴロ。セカンドが取る。2アウトになりました。
この外、ここのところ5試合で4本のホームランを含む活躍を見せていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや、よく打ってますね。打席でも余裕が感じられますし、力みのないいいスイングをしてますよ。なるほど、そうですか。さあ、ここは好調さを発揮できるでしょうか。さて、バッターの外、バッターとしてはどういう特徴がありますか。どこに投げても大きいのを打たれそうな、投手からすると非常に嫌なバッターですね。なるほど、そうですか。これが3球目。体に近いところ。ボールになります。あそこに決められたらお手上げですね。インローへキレのある変化球が決まっています。スリーボールツーストライクです。打ちました。取った。一塁へ。一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4回終わって2対0カープがリードしています。小宮山さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが、粘ってほしいですよね。まあ、そうですね。ただ、まあ、どうでしょうね。ぼちぼちその交代ということもちらつき始めてる感じですかね。ベンチの動きにも注目です。次が2球目。高めちょっと外れたか。外、これは外れていきます。打ちました、流しました。ライン際、フェア、フェアです。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。さあ、そしてバッターボックスには鈴木が入ります。さあ、得点圏にランナーを背負った場面です。まあ、こういう場面で失点すると後に響きますから、丁寧なピッチングを心がけたいですね。なるほど、そうですよね。振り遅れてますね。釣り玉、しかし誘いには乗りません。この球は見送ります。これでスリーボール。フォアボールのランナーを出しました。まあ、ここはね、割り切ってね、次のバッターで勝負ですよ。はい。さあ、そして打席には松山が入っています。さあ、なおもピンチが続きます。この流れをここでしっかり食い止めて、左中間へ、このフライはどうだ、落ちるか、掴んでワンアウト。ワンアウトランナー二塁一塁。まあ、これで少し楽にはなりましたよね。まあ、ただ次は怖いバッターなんでね、ここは気合を入れ直すくらいの気持ちでいかないといけませんね。そうですね。さあ、気をつけていきたい。菊池が打席に入っています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですね。落としてきた。しかしバットは止まっています。
小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか？できればゴロを打たせたいので低めに沈むようなボールが有効でしょうね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。さあ5球目は何か。外の球打った、セカンドが抑えた、二塁送球、二塁フォース、一塁はセーフ、際どいがゲッツーは免れました。ツーアウトランナー三塁一塁となりました。これが初球、まず際どいコースをついてきました。ここはストライクからボールランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。これで単打でも2点入ってしまいますね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。はい、またインハイ、これは見送られました。さあ仕留められるか。低めのボール打った、これは大きいぞ、掴んでスリーアウト、追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。2対0、カープがリードしています。石さん、今日ここまでまだチームとして1本のヒットも出ていません。そうですね、もうちょっとね、球種コースどちらかに絞った方がいいですね。狙い球を絞る、そのあたり対策はできるんでしょうか。2球目は何で来るか。インサイド打ち上げました、弾き返した打球は右中間へ、ライト掴んでワンアウト。バッターボックスは6番佐野、先ほどの打席はデッドボールでした。菊池、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーはベイスターズが浜口、そしてカープが菊池、この2人の投げ合いとなっています。これが2球目、ストライクになります。ノーボール2ストライクです。打ちました、ヒットになった、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスには7番伊藤、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球大きく外れています。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。打ちました、ファールゾーン切れそうです。わずかに左に切れました、ファールボール。インサイド落ちました、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。これで3試合連続安打、ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには柴田が入ります。さあ追い上げのチャンスを迎えています。初球打っていった、セカンド正面、二塁アウト、ダブルプレー、チェンジです。なんとか得点まで行きたかったんですが、最後はダブルプレーに仕留められました。もうちょっと慎重に行ってもらいたいですよね。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。5回終わって2対0、カープがリードしています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは初回、先制のランナーを置いて3番バッター西川、右中間へのタイムリーヒット、ベイスターズ先制点を奪われます。5回の裏、ランナー2人を置いて、しかしここはゲッツー、詰め寄ることができません。
これから6回カープは代打を送ります。バッターボックスには代打の相澤。小宮山さん、ここで点差を広げられるわけにはいきませんよね。まあここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。さあ初球は何か。初球空振りです。2球目打ちました。セカンドうまくさばいてアウト、ワンアウト。ピッチャーに打順が回って先発の菊池がバッターボックスに入ります。ここはきっちりとアウトを取らないといけませんね。そうですね。初球ボール。落とすボールで空振りを取りました。変化球わずかに外れました。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。ショートが落下点に入ります。取ってツーアウトです。打順はトップに帰って野間。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトになっています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。まあ彼は絶対的な脚力を持っていますから、とにかく塁に出さないように気をつけたいですね。はい、そうですね。この回カープ3人で攻撃を終えています。2対0カープがリードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。先発の浜口がバッターボックスです。まあ好投してますが、代打を送って点を取りに行くべきじゃなかったでしょうか。そうですね。初球ボール。落ちる球見逃してストライクです。変化球が低めに外れます。打ちました。サード取った。一塁送球アウト、ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター神里。先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。まずはワンアウトを取っています。まあ、このカウントは狙っているボールだけを打っていく感じですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。さあ3球目は何か。落ちるボール、空振りになります。ワンボールツーストライクです。これが4球目。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターボックスには2番宮崎。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトになっています。際どいコース見送っています。
ああよく見ましたね。膝元変化球がわずかに外れています。落ちる球を持ってきました。高めに決まりました。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。さあ6球目は何か。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6回終了2対0、カープがリードしています。これから7回カープは代打を送ります。バッターボックスには代打の長野。小宮山さん、ここで点差を広げられるわけにはいきませんよね。まあここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。インコース決まってストライク。さあ2球目は何か。誘ったんですけどね、振りませんね。振ってきません、外れています。アウトコースへ決めました。ワンボールツーストライクと追い込みました。さあ4球目は何か。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。打順は3番西川。さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。外のスライダー、ノーボールツーストライク。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで4打席連続のヒット。ワンアウトランナー二塁となりました。さあベイスターズ得点圏にランナーを背負った場面です。この回で追加点を取られると難しくなってきますんで、この場面のピッチングは大事ですね。そうですよね。そしてこのバッターの一発にはしっかり警戒した方がいいですね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。ここはギリギリに外れるくらいのボールが理想ですね。はい、次が3球目。外れてますか。外の変化球わずかに外れました。ここは決め球を厳しいコースに投げたいですね。なるほど、さあどう来るか。いい落ち方だったんですが、バッターよく見ています。粘られてフルカウントになります。さあこれで決まるのか。このピンチ見逃しで三振を奪いました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。ランナー二塁はそのままです。さあそして打席には松山が入っています。さあツーアウトながらピンチは続きます。ここで広げられると展開が悪くなりますから、しっかりと締めておきたいですよ。なるほど、そうですね。次が2球目。大きく外れました。内へ、これは決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。
際どい球、わずかに外れています。ストレート打った、サード正面、抑えた、一塁へ、一塁アウトでスリーアウト。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。2対0カープがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ベイスターズの攻撃に入ります。7回の裏、カープに選手の交代がありました。ただいまの回代打いたしました、長野、そのまま。西さん、1点が遠い展開が続いていますが、この回バッターとしてはどんな対策が必要でしょうかね。まあとにかくね、ボール球に手を出さないようにして絞り球を絞って打席に入るべきですね。その対策、この回で功を奏するんでしょうか。ファウルになります。アウトロー外れます。インコース外れています。インサイド落ちました、ワンバウンドヒットになりました。ロペス、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー一塁です。レフトにショート、ちょっとすっぽ抜けた感じです。まあ向こうは閉鎖を狙ってると思います。打った、レフトに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて、これは破っていきそうだ。外、これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー三塁一塁。初球は何で来るか、ジャストミート、綺麗にセンター前に抜けていった。ボールは中継、サードランナーがホームに帰ってきました。ベイスターズ1点返しました。2対1になりました。さらに2塁1塁のチャンスが続きます。ご覧いただきましょう、ここで見事なタイムリー、点差を縮めます。まあやっぱりここでね、一気に同点まで行きたいですよね。ここで得点が入りました。カープここでピッチャーが変わります。一打同点の場面でマウンドに上がったのはフランスは。さあそしてバッターボックスには佐野が入ります。さあチャンスが続きます。まあこの場面でしっかり追いついて勝機を伺っていきたいですね。なるほど、そうですよね。西さん、バッターの佐野しっかり捉えた、セカンド正面、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツーを取りました。ツーアウトランナー三塁と変わります。さあそして打席には伊藤が入っています。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。このバッターでしっかり追いついておきたいですね。なるほど、そうですね。2球目は何で来るか、スライダーで攻めてきます。コントロールで決めてきます。ワンボールツーストライクです。外の低め見極めます。次が5球目、インコースを厳しく攻めます。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。外れてフォアボール、ツーアウト一塁三塁、サードランナーは同点のランナーです。いや本当にね、価値あるフォアボールですよ。よく見ました、チャンスが広がります。まず牽制、一塁はセーフ。初球ストライク、
さて西さん、この柴田、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。いや、左ピッチャーには極端に弱いですね。ここまで苦手なのも珍しいですね。うん、そうですか。3球目は何で来るか。ライトに持っていった、掴んで3アウト。なんとか同点のピンチをしのぎました。さあ、これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。しかしこの回ベイスターズ点差を縮めていきます。7回終わって2対1、ベイスターズが1点差まで追い上げました。これから8回カープの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。背番号15伊能がマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。さあ、マウンドに上がったのは伊能、今シーズン2試合目の登板です。さあ、小宮山さん、終盤ここで変えてきました。きっちり抑えて味方打線の反撃を待ちたいですね。そうですね。さあ、しっかり抑えていきたい。ボールになります。ボール先行です。空振り、落ちるボールです。アウトコースへのカーブはボールです。5球目は何で来るか。きれいに落としてきました。フルカウントです。さあ、これで決まるのか。先頭バッター歩かせました。ノーアウトからランナーを出してしまいました。小宮山さん、やはり警戒心が強かったということでしょうかね。もったいないですね。はい、初球打ち、この打球はフライになっています。ショートが構えます。取ってワンアウトです。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトになっています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。高め打ちました。これはどうだ。一気に右中間へ。ベイスターズピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまいました。まあ、いいコースには行ってるんですけどね。バッターボックスには代打の磯村。さあ、ここでもう一つリードを広げておきたいですね。そうですよね。この点差のままでは逃げ切れるとは限りませんからね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。内から入りました。ちょっと高いですね。できれば低めでゴロを打たせたいですね。なるほど、そうですか。これが2球目。ファウルです。しっかり捉えた。落ちた。ヒットになる。二塁ランナー三塁も回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。カープ追加点を挙げました。3対1。ベイスターズ、さらに三塁二塁のピンチが続きます。
この場面代打にタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。まあそうですね、勢いがありますよね。終盤で大きな追加点を奪われました。まあここは踏ん張りどころでしょうね。さあこの場面で打席には1番の野間が入っています。初球からストライクを取ってきましたね。そうですね。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ここもアウトハイへ。見送っています。ボール。三塁線掴んでアウト。ツーアウトランナー三塁二塁となりました。バッターは2番長野。ベイスターズこの回1点を失っています。さあ2点を離され、なおも得点圏にランナーを背負います。落ちるボールです。外れました。変化球に思わずバットが出ました。ツーストライクと追い込んでいます。これが5球目。インローボール。スリーボールツーストライク。見逃しで三振を奪います。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。しかしこの回カープ1点を追加しています。3対1カープのリード広がっています。8回の裏ベイスターズの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。中村がマウンドに上がります。8回の裏ベイスターズ代打が告げられました。バッターボックスには代打の伊藤。ベイスターズビハインドで迎える8回の攻撃です。西さん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。まあやっぱりこの回でね、得点できるかできないか、これは大きいですよね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。引っ張った。これはどうか。ショート取った。ベンチの期待に応えました。ノーアウトランナー一塁です。さあノーアウトで反撃のランナーを一塁に置きました。バッターは上里。まあここは送っておいていいんじゃないでしょうかね。なるほど、そうですか。内野はバント警戒してませんね。ゲッツー体制ですね。そのようですね。低めの球ストライク。150キロ。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。曽根が抑えています。ワンアウト。打席には2番バッター宮崎。今日はまだ当たりがありません。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ワンアウトになっています。ここは併殺だけは避けたいです。高めのボール打ちました。打球はレフトへ。レフト掴んでツーアウト。
打席には3番バッターロペス。先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトになっています。初球打ち、打球はライトへ、最後はライトフライ、掴んで3アウトです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。8回終わって3対1カープがリードしています。これから9回カープの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。砂田がマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。カープの攻撃は3番ショート、まず何を投げてくるか。打ちました。セカンド取る、アウト。いいプレーが出ました。ファインプレー、素晴らしいプレーが飛び出しました。走り込みながら見事にキャッチ。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。そうですね、簡単そうに見えるんですけど非常に難しいプレーでしたね。バッターボックスは4番鈴木。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね。ワンアウトランナーなしです。危ない球です。低めストレート、ストライク。ワンボールツーストライク。内に持ってきました。打ちました。この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、レフトが取りました。ツーアウトです。バッターボックスには5番松山。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。インサイド落ちました。ファウルになります。外に決まりました。あっという間に2ストライクです。これもファウル。次が4球目。高いバウンド、ファーストが取る、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回カープ三者凡退です。3対1カープがリードしています。最終回 DeNA ベイスターズの攻撃、そしてカープがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあ、簡単に打たせてくれる相手ではありませんが、何としても攻略しなければなりません。初球は何から入ってくるか。ちょっとすっぽ抜けた感じです。キレがありますね。確かにキレがいいように感じますね。3球目外れました。打ちました。セカンドうまくさばいてアウト、ワンアウト。5番バッター梶谷、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ワンアウトランナーなし。さあ、守護神市岡がベイスターズ打線の前に立ちはだかります。まあ、ピッチャーがいいですからね、どう攻略するかですよね。そうですね、簡単には打たせてくれない相手なんですが、なんとか意地を見せたい。
アウトコース見送ってストライクです。引っ張った菊池、これで3アウト、試合終了になりました。 DeNA ベイスターズ痛い敗戦となってしまいました。西さん、結局最後まで投打が噛み合わないままゲームセットになってしまいましたね。まあ流れとしてはね悪くないんですけどもね、もうちょっと打線がね頑張ってほしいなと思いますけどもね。明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。勝ったカープ、接戦をものにしました。一方の DeNA ベイスターズですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。お帰りの際にはどちら様もお年物お